ニューラルネットワークの数理、トロピカル数学にも。要は、その、新しい、チャプターの1回目で。あの、加算と乗算、まあ、算術の話ですね。あのー、しようというふうに思います。最初に、ですね、トロピカルダ数って、なんでそんな名前なのか、というの。なんですが。で、まあ、この、ダイアンマ。 マクワイゲンの話が一番、あの、僕は説得的ですね。で、これは、あの、大した意味はないんだと。あの、単に、あの、フランス人の数学者が、あの、ブラジル人の数学者。まあ、これは、今のトロペル内数につながる分野でいろんな貢献をした人らしいんですけれども。で、それで、 あの彼がブラジル人だからってよかれと思ってそういう名前を付けたんだって話しちゃだけどそれはあの単にフランス人があのブラジルどう思ってるかをあの表してるだけなんだとバカじゃないのみたいな <laughs> そういう <laughs> まあだけど一旦広まっちゃうともうあの、うん、もう元戻れないんですね。ででももトロピカルタイスでで今言われてるものはあの あのー、まあここに名前が合っている人たちは大体、あのー、このフランス人のジャン・エリック・パーンにしても、あのー、1990年代にですね、あのー、違うか21世紀に入ってから名前を付けたのかな、まあ、いつのその名前が定着したかはよくわからないですが あ,のあまり意味はないんだって話ですねあの実際例えばこれはあの次回来月のセミナーでぜひ取り上げようと思っているローベールなんですけれどもあの90年代最初にこの「三回カテゴリーとそのようっていうまあこれ見れば分かりますけどあのテラテンプじゃなくてタイプ一の古い論文なんですが。 オーデルはもう全く今のあれですねあの今回扱うトロピカルダイスの定義そのものがあの最初に踊ってますねだからあまりだから名前気にする必要はないということですまあでもあのトロピカルな数学の話をしようと思うんですけれどもト当はカル数学ってやっぱりちょっと変わってるんですよ あのー、まあ、でもよく似ているところもあってで、まず両方の世界には数が存在します。で、両方の世界にはまた数同士の掛け算、足し算といった演算が定義されています。まあ、ここが全く違うのが問題なんですけれどもねで、計算が定義されていることは、ある。数同士の計算の結果にあるか、数が等しいっていう等式が。 定義されてるっていうことなんですけれども、統一的な扱いや論理的な推論の仕方は両者の世界で共通です。で、こうした二つの世界の類似で一番大事なことは、具体的な数に関する限りに二つの世界は同じ数が存在するっていうことをですね。 だから今回のは数学というのはむしろ具体的な数についてはもう算術と言っていいぐらいのことあの次回はもう少しあの多項式とかあのそういう話をする今回は全く数あの算術の話です例えば我々の普通の世界、まあ、20年2024年2 0 4と整数が存在するんですけれどもトロピカルな世界にも整数2020が存在します 数だけじゃなくて我々の数の世界は実数や複数数存在するがこれは全てトルペルの世界にあの存在するというふうに考えられます2つの世界の数は一致して同じものなんですね数がつながってるというのがあの一番大きなつながりですねただ違いがあってその最大の違いは 足し算と掛け算の定義が異なることなんですね。で、普通の計算とトリプカルの計算を区別するために、トリプカルの掛け算と足し算をの掛けるとプラスの丸で囲ったこういう記号で表すことにします。で、掛け算と足し算の定義は次をないます。x このトリ左側がだからトリプカルな方ですね。x 掛ける y というのはあの普通の数学でいうと x プラス y になる。 それから X プラス Y っていうのはトロピカルの X プラス Y っていうのは XY の小さい方あるいは大きい方になるということですねかけ算が足し算になっちゃって足し算はまた大きい小さいに還元されちゃうんですねでまああのここ足し算の手に2つあるじゃないかと思った方いらっしゃると思うんですがその通りなんで。 あのトリプカル数学との二2種類があるんですねあの。足し算の定義がミニ、最終値で定義される世界と足し算がマックスで定義される世界、2種類があるんです。かけの世界、いずれもプラス足し算ですね。それは同じです。で、それをあのトリプカル数学のミンプラス、あるいはマックスプラスというふうに呼んで、区別します。ただ、それはごちゃなることはないんで、 二つのうちどちらか定義を取ったかを最初に触れておけば、あのその世界が定まると思っていいと思いますで。今回のセッションではミニプラスの方でサンプルを説明したいというふうに思います。<laughs> 実は今回のセミナーの中心であるあのディープニューアルネットワークとそのトロケカルダイスとの 対応は実は実マックススプラスを使うんですよまあそこはちょっと違いますけれどまあメニプラスの方があのー、サンプルたくさんあって分かりやすかってまあ同じことで大体同じようなもんですね。でこの2つの世界トロ,ト,あのトロピカル字が違ってますねトロピカルの世界と普通の数学の世界は今言いましたね 数、具体的な数っていうのはあの全部共通共有してるんですよで同じ数学数字が2つの世界に対応するってのは分かりやすいですただあの計算の仕方が違うっていうことで両方の世界の対応関係をイメージするには少し戸惑い最初は戸惑,戸,戸惑うかもしれませんまあだからそうならんようにわざわざ大事なのかけるよな記号 あの変えてるわけですこれもでもうっとうしいっていまあ、ね、特にあの原稿で書こうとすると面倒、うん、くさいんですけれどもまあそうした方が紛れは少ないということです、ね、ただ計算での対応を見るにはあのコツがありましてで両者の計算の対応関係っていうのは結局我々がよく知ってる普通の対事なんとか 最大最小を取るっていう操作我々が知ってる普通の数学の世界に戻して考えるそこが気になるってことですね。で少し回りくどいですけれどもあのそのことは少し説明したいというふうに思います。で先に x る y っていうのが x プラス y になるというトリプカルな掛け算を定義したんですけれどもここは本当は飛躍があるんですよ。ななぜら3辺のかける というのはトリーライの世界で行う計算で、上の x プラス y というのは普通の数学の世界で行う計算、足し算ですね。で、両者は多分計算が行われる世界が違うんですよ。で、右辺と左辺と右辺が等しいというそういう掛け算の定義をしているんです。このことはあの次のことを意味して、ちょっと周りく多い,いかもしれないですけれども。 かける y をトリプルな世界で計算するっていうことはトリプルな世界に xy が存在するということをですねそのことはあの最初にも述べたようにこのトリプルな数学の世界と我々の普通の数学世界はまさにその数数字と言っていいのかな数はあの共通なんです。 だからあのトリプルの世界で x×y を計算しようってことは普通の世界にも X y が存在同じ xy が存在してそれは同じものなんですね。だから普通の世界に移って x+y を実行してその答えを x+y=z だとしたら今度はその z も実は我々の世界に z が存在するんだったらトリプルの世界にも z が存在するはずだから。 この z をトリプカルの世界に戻ってそれを x はイコール z とすればいい大おな前のことをくどく言ってるというような気もしますけれども2つの世界は違うけれども数字が数が一緒だということはつながってるんですねでもその解釈を与えるのは常に我々が知っているあの世界で解釈してトリプカルの世界の意味が定まるというふうに あの思うことです、ね、ちょっと計算の練習をしてみましょうまああの先ほど言いました記号が違うんで慣れると簡単です、ね。ちょっと計算の練習してみましょう。これもうまたスペルが違ってるので疲れてますねとれるかさっきは L だったりこれは O が入ってますね。あの「あの色を変えて示しています。でかける っていうのは4プラス5になります。えっ、ー、と喋ってると色あのわからないですが見れば色が変わってます、ね。だからあのトロピカルの4かける5はあの9になります。4たす5でね。それから3プラス100っていうのはこれはあのトロピカルな世界の3プラス100っていうのは普通の世界で3と10のうちの小さい方を取れってことですから3になりますね。 それからこれもめんどくさいですが 7×5 プラス 7×6 ですねこれは 7×5 は 7×5 になります 7×6 は7プラス6になりますですからこれは12プラス13トロピカルの世界でも12プラス13だってそれはどういうふうに計算するかっていうと我々がよく知っている定義の数学の世界でこれは12と13の小さい方を取れってる意味ですから12になりますもう一つ 7かけるかっこ5プラス6でこれはあれですね正しい7かけ算だとかけ算の方が結合力が強くてだから上のやつは何もかっこなかったんですけれどもそれはあの当然かけるのを先に計算する。このの場合には今の例は今例 7かけるかっこ5プラス6なんでかっこの方が優先しますねだから 5+6 を計算すると 5+6 っていうのは我々の世界での5と6の小さい方を取れってことだからこれは5がと残りますね。だから7かける5になって7かける5は 7+5 になるから12。まあ色分けしたら少しは分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。 で、トリピカル数学での加算と乗算の可換性の話をしようと思う。可換性というのは、だから x、x プラス y が y プラス x になる。あるいは x、x かける y が y かける x になることを言います。で、このトリプカルバージョンで言うと、x プラス y、うんうん、あの、トロピカルの x プラス y イコール y プラス x ですね。これ証明は、 あの簡単で、簡単で定義に戻って帰ってみると、トロピカルの x プラス y っていうのは、ミニの,あの普通の世界での xy の小さい方を取るって操作ですね。の xy の小さい方を取るっていうのは y、y と x 順序を書いたって別に小さいやつが逃げてくるわけじゃないわけで、これはミニの yx ですね。だからこれは y、トロピカルの y プラス x になります。 で掛け算の方ですけれどもこれは x×y=y×x イコール y かけるトロピカルの掛け算の,あの可換性ですけれどもトロピカルの x×y っていうのは普通の計算の x+y ですこれ x+y はあの普通の世界でもこれは可換ですから y+x でこれは y トロピカルな y×x になるというふうになりますでトロピカル数学での加算と 乗算の分配率この普通の世界で xy プラス z というのは xy プラス xz になるってやつを分配率と言いますね。これのトロピカルバージョンの式で書いたのが次の x かけるかっこ y プラス z のトロピカルイコール x かける y プラス x かける y のトロピカル。で、これも。 簡単でその定義をそのまま展開していけばいいんで x かける y プラス z っていうのは x+y と z の min になりますね。それはですね min の x プラスは x y x z のうちの小さい方。だってこれあれです下の方から見ればいいかな。 あのー、2つの式こ、あのー、数字を並べてるんだけどどっちにも x が含まれてますねだから結局これは y と z の小さい方を選んでそれを x 足す,、あのー、足すっていう意味ですねそれはだから上の方式の x プラス i yz と同じになりますだからこうやって展開していくとこれは x る y プラス x る y になる、うん これを間違えてますね。x×y プラス x×z ですね。で、あとその、加算で足して同じものになるやつ。で、x、まあ普通の、あの、普通,普通の数学の世界だった、x プラス0は x ですので、加算のロ減っていうか、あのそれはゼロになります。トリプレ台数では2の、x、について X プラス Z イコール X となるようなあの Z が存在するかこれは定義に戻って考えるとミニカッコ X プラス XZ が X になるということですねだから2の X についてとなるとちょっと変になるんですけどこれ自分自分はちょっとあのアニメーションが楽しなっているのが Z をプラス無限大にするとどんな X も無限大よりは小さいので トロピカル数学の加算のゼロ元、零元はプラスあの無限大とくればいいことがわかります。トロピカル数学では数にだからまあどんな数もあるんだって言ったんですが、あえてあのプラス無限大を加えます。なぜならばそれでその足し算のあのゼロ元があのそれによって導入されるからですね。でトロピカル代数の加算のゼロ元は あのプラス無限大になりますこれもちょっと意外かもしれないですね。無限大足したらなんかどんどん大きくなるような気がするそうじゃないんですよ。で、X、にその無限大を加えても、X、のままになるというこれもちょっと意外かもしれないあの。こっちの方が乗算の体現の方がもっと意外かもしれません。普通の世界では 2位の x について x×1 あるいは 1×x というのは x なので乗算の単位元は1位ですね。とあのこの同じ形になるような z を求めようと思うんですがトリプルの世界での x×z イコール x となるような z とあるのかって話ですね。で x×z は普通の世界での x プラス z なので だから x プラス z が x を満たすような z は存在するかって話ね。これはあの簡単ですねあの z が0になればいいですね乗算の単位が0なんですよでトロピルカルダ数学の乗算の単位は0になりますだから x かける0も0かける x もこれ0じゃないんですよこれはだから x になるんですでこの0は意外と あのとでも活躍するかなうんであともう一つ最後になりますけれどもトロピカル数こ,これも間違ってますねトロピカルのもあの最も肝本性質の一つはそこでは膝が定義されないことですねで なぜならばですね。普通の数学世界では x プラス4イコール13から、でこれはあのひざというのは足し算んと逆操作ですね。あの逆を求めるということなんで、これは x は13引く4で定義されます。でひざで簡単にこの式が求まるんですけれどもうとにかく数学の x プラス4イコール13これ 解を持たないんですよ、えー、解ないのって7がいいんじゃないかと思うかもしれませんが、うん、7は全然関係ないですねなぜならば、うん、x+4 っていうのはあの x と4の小さい方ですねでだからこの x と4の小さい方っていうのはあのだって13だったらあの4よりあの4にならないしねあのあの ジュはあのどうやったってジュが出てくるはずはないですね。だからあの飛散というのは定義されないんです。あの一般的にあの対数算と掛け算がちょっと乱暴な話でしょう。そういうのぐあの環っていうリングですね。というんですが、あのそこでは当然飛散にも逆の操作があリング環には 定義されてるわけですが、トロピカル数学ではそれが定義されないされていないんですね。だからリングのうちのあの？L、を、あのとってですね。リグって言うんですよね。で、それをあのセミリングっていうような言い方をします。先ほどのローベルデスもそうでしたけれども。 トリクラアイスは昔はだからそのセミリングあの,あの加算の逆が定義されてないあのネガティブっていうかその N がリングから N を取ったリングっていうやつのまあそれの研究分野だというふうに思ってもらえばいいと思います。で次回はもう少し今回のは算術といえば算術なんてもう少し代数的なっていうかあの 多項式を定義してみようというふうに思いますしあのあの変数を導入してあのい今回のはみんな具体的な数字しか出てこなかったんだけど明日の,のはだから次回はあの変数があって変数も多項式で,でそれもだからあのいろんなあの演算を考えていくってそれをやっていきたいというふうに思います。